こんにちは。今日はですね、タイトルにも書いたんですけど、ちょっとまあいつも通りというか、普段からすごくこう通販を多用するんですけど、ちょっと感動したというか、まあそんな大げさな話じゃないんですけど、まあね、ここにある通りこうジャムホームメイドで買い物をして、この商品自体は別に動画で紹介するほどでもなくて、もともと動画で紹介をするつもりではなかったんですけど、なんで一回ね開けてはしまってるんですけど、これが段ボールなんですよね。で、僕ジャムホームメイドで初めて買い物をしたんですけど、なんか一見無駄なんですけど、段ボールをこの形にすることによって、まあそれこそ自分が買ったものはちっちゃいものなので、それに対しての箱の大きさとかこの形にすることで送料も上がるだろうしとかってちょっとやっぱ一瞬考えちゃったんですよね。だからもうなんかこの形で届いて、なんかちょっとそれだけでね、なんか嬉しかったというか、まだなんか商品を見る前の段階なんですけど、なんかこの一見無駄とも見れるところにお金をかけてるところに、なんかすごく感動して、まあこういう箱自体はやっぱり捨てるもんなんですけど、まあ普段ね通販して当たり前みたいにこう段ボールが届くような生活なんですけど、やっぱりその中でグッと印象に残るというか、まあ単純にやっぱり一発目のインパクトというか、そういうものはねこの見た目だけで出るんですけど、買ったものはこんなちっちゃいものなんですよ。で、大して金額も高くないもので、で、こうねちゃんとした箱に入ってて、このねラバーバンドのリボンも可愛いし、なんで一回開けて、まあこの箱とこのリボン見て、なんか自分が買ったものに対して、なんかそれ以上のこう付加価値がついてる気がして、この商品というよりは一つのさほど高くない買い物だったけど、でもなんかその商品以外の嬉しさっていうところがねなんかあって、ちょっとそのことが話したかったと言いますか、普段からそんなチェックするブランドとかではなかったんですけど、まあなんかこういうちっちゃなとこでね、自分の中でのこのジャムホームメイドの価値って言ったらちょっと上からですけど、あ、なんか素敵なブランドだなと思って、なんか自分もどちらかといえばこうサービスを提供する側の仕事なので、まあなんか見習わないとなと少し思いました。まあここまではパッケージとか側のところで感動した話なので、ここからは中身の話をしていきたいと思います。実はこれ販売してすぐに知ってたんですけど、なかなか買うっていうところまで踏ん切りがつかなくて、今回やっぱり時間が経っても欲しいなと思ったので、購入しました。今回購入したのはねこちらの商品です。金属の洗濯バサミですね。商品の用途としてはグローブホルダーなんですけど、真鍮製でねしっかり重さもあって、でこれは真鍮のモデルなんですけど、スターリングシルバーのシルバー925のモデルもあるんですけど、それは7万ぐらいするんですかね。そっちはさすがに買えなかったんですけど、まあグローブホルダーというか、まあキーホルダーを探してて、でねこの前紹介したこのエールバッグに、まあちっちゃいクロシェットはついてるんですけど、なんかもっとエルメスっぽくなく使いたくて、なんかキーホルダーとかつけたいなと思ってたんですけど、やっぱりエルメスだしっていうのもあって最初ねこのクロシェットをつけてたんですけど、でクロシェットも黒とブラウン持ってて両方合わせたけど両方ともなんかしっくりこなくて、まあ要はこっちにもうクロシェットがついてるのと、あとまあ最初に思ったのがエルメスっぽく使いたくないのにエルメスにエルメスのものつけてもなんかちょっと違うなと思って、なんかもうちょっとふざけたものが
つけたいなと思ってたところに、ちょうどねこのグローブホルダーを思い出して、購入してみました。実際つけるとこんな感じですね。グローブホルダーってね、やっぱりさほど必要なアイテムではないというか、まあエルメスでもグローブホルダー有名なのがありますし、まあ後のブランドで出てるものも割と似たような形というか、エルメスを模したようなデザインだったりするんですけど、まあさほど手袋も使う機会ないですし、まあ慌ててカバンに引っ掛けないといけない時もそんなにないんですけど、まあ単純にキーホルダーとしてデザインがね可愛いかなと思って、購入してみました。でね、まあ真鍮にメッキをしてるんですけど、まあ真鍮の分ね重さもある程度あるし、全然安っぽくない仕上げだなと思って、キーホルダーとしてはねなかなか可愛いかなと思ってて、であとジャムホームメイドで言うと、リップクリームの蓋のところというか、まああれキャッチっていうんですかね、蓋のところがシルバーで作ってあって、それをネックレスにしてあるような商品があって、で、下はそれこそメンソレーターも差し込むような感じで、チューブのものとかね何種類か出てて面白いなと思ってたんですけど、そっちのシリーズはね、真鍮製じゃなくてシルバー925しか出てなくて、値段もねまあまあするんで、リップクリームのやつも2万か3万円ぐらいするんですよね。でネックレスなんですけど、ネックレスは僕いらないなと思ってたので、なんかキーホルダー型だとちょっと欲しかったなとは思ってるんですけど、まあネックレスを外してキーホルダーに付け替えるまで必要かなと思ってたので、今回はこっちの洗濯バサミの方にしました。なんでまあ特にこう男性のアイテムとしてはグローブホルダーっていうのはね、そんなにこうメジャーなものではないとは思うので、グローブホルダーあった方がいいですよとかっていう勧め方はねしないんですけど、でもこういうね遊びのアイテムっていうのはすごくこう好きで、でまあもともと気になってたし、うん、実際購入して、でなんかこのね可愛い箱で届いて、ちゃんとパッケージにも入って可愛いラバーバンドがしてあって、でね、なんかそこの一連全部含めてなんか買ってよかったなぁと思いました。あとこんなちっちゃいのなんて、まあある程度頑丈にくるんで、ちっちゃく送ろうと思ったらすごい安く送れるものなので、でもやっぱりまあこうアクセサリーとかね、ジュエリーみたいなものを扱ってるブランドだとまあそうはいかないでしょうし、でも単純にこう高級っぽく見せるっていうだけの見せ方じゃない良さがなんかあったなぁと思って、まあこの実物の商品プラスいろんなね付加価値を自分が感じて、トータルですごくこういい買い物したなって思いました。結構ショルダーバッグとか、まあ、リュックとかもそうなんですけど、結構ねキーホルダーみたいなものをなんかつけるのが好きで、なんでこんなんは取り外しも簡単だし、カバン変えるたびに付け替えてもいいなと思って、なんかこんだけ欲しいって思いながら買わずに時間経って、結局買うんだったらもっと早く買っとけばよかったなとちょっと思ったんですけど、まあ理想を言えばねシルバーで買えればもっとこう満足度は高かったんでしょうけど、でも十分ね、これと例えばスターリングシルバーが横に並んでどっちがシルバーかって見比べるわけじゃないので、僕はこのメッキでもね十分だと思っております。なんでまあこれね見ていただいてる方もグローブホルダーが欲しかったんだよっていう人は少ないんじゃないかなとも思うので、実際グローブつけたところはまあ別にねいいかなと思って、また挟むだけなので、想像通りのね使用用途だと思いますので、そこはまあ飛ばしてもいいかなとも思います。なんでまあリュックとかっていうよりは割とこうループのあるショルダーとか、トートバッグとかに、つけるとね可愛いんじゃないかなと思って、僕はやっぱりこのキラッとしたねシルバーが好きなので、なんかこういうの目がいっちゃうんですけど、なんかこういうねちょっとふざけたグッズみたいなの好きな方はちょっとね検討してみてもいいんじゃないかなと思います。まあ今日は実際この商品というよりはちょっと前半のねこちらのこうただのね段ボール
の話の方がメインにはなっちゃいましたけど、なんか大人になってもね、こんなんでも嬉しかったりするんだなぁと、ちょっと久しぶりにこう感動したので、今日はこのね、中のグローブホルダーと一緒に紹介させていただきました。おそらく年内の購入品レビューは最後になるんじゃないかなと思うので、ここからね、年末に向けて今年買ってよかったものとか、今年買ってよかったスニーカーとか、そういう動画になっていくかなと思いますので、そちらもまた見ていただけたらなと思います。今日もありがとうございました。